ベルンハルト一世は、ブラウンシュバイク・リューネブルク公の一人で、リューネブルク公・ボルフェンビュッテル公。リューネブルク公・ボルフェンビュッテル公・マグヌス二世と、ヒカタリーナ・フォンアンハルト・ベルンブルクの間の次男。ボルフェンビュッテル公・フリードリヒ一世の弟、リューネブルク公・ボルフェンビュッテル公・ハインリヒ一世の2位。1373年、父が、 リューネブルク継承戦争で敗れて戦死し、父を戦死させた、アスカーニエン家のアルブレヒト3世とそのおじ作戦、先帝公ベンツェルとは僕を結び、ベンツェルの娘マルガレーテと結婚、ベルフケとアスカーニエン家が交互にリューネブルク公領を継承すると決められた。1385年にアルブレヒト3世が亡くなったため、1388年に、 ベンツェルに対して反乱を起こしこれを撃破した。しばらくしてベンツェルがベルンハルト一世の居城であるツェレを包囲したが、ベンツェルが急死したため弟のハインリヒ一世と共に、リューネブルク公領を継承した。ローマ王、ベンツェルの対立王に選出された兄のボルフェンビュッテル、公、フリードリヒ一世が1400年に暗殺されると、ハインリヒ一世と共に実行者と疑われた。 マインツ大司教とバルデック博ハインリヒ7世と交戦した。フリードリヒ1世に息子がなかったため、ボルフェンビュッテル公領もハインリヒ1世と共に相続した。その間に、アイルゼンを拠点とするエイファーシュタイン博のヘルマン7世を討伐した。長い間、戦いは続いたが1408年にヘルマン7世と和平条約を結び、ヘルマン7世の娘リーザベトを、 ベルンハルト一世の着死夫を四世に突がせることで成立した。1409年にハイン・リヒ一世と条約を交わし、リューネブルクはハイン・リヒ一世の単独統治になる代わりに、ボルフェン・ビュッテルはベルンハルト一世が治めることになった。1428年にも老いのビルヘルム一世、ハイン・リヒ二世兄弟と領土を交換、リューネブルク公爵となった。 1434年に死去、二人の息子夫を四世とフリードリヒ二世が、リューネブルクを共同で相続した。1634年に、ハインリヒ一世の系統が断絶した後に、ベルンハルト一世の子孫である、アウグスト二世、ゲオルクがそれぞれボルフェンビュッテル、カレンベルク公領を継承。アウグスト二世の子孫は、ブラウンシュバイク公国を創設、ゲオルクの子孫、 ジョージ一世は、リューネブルク公領と、イギリス王位を継承、ハノーバー朝の祖となった。1386年にマルガレーテと結婚、3人の子を設けた。ありがとうございます。